本日2月21日は漱石の日です。1911年、当時の文部省が作家の夏目漱石に文部博士の称号を贈るという計画を立てていましたが、これを知った漱石は、自分に肩書きは必要ないと辞退しました。この辞退した日が1911年の今日だったことから、これに感銘を受けた有志たちが後日記念日としたそうです。以上、プール学院高校放送部がお送りしました。